ボーイストーリーのロゴボーイストーリーは JYP エンターテインメントとテンセントミュージックエンターテインメントグループによってデビューした中国の6人組ボーイズグループである。2017年9月1日にファーストシングル How Old Are You でプレデビューし2018年9月21日にミニアルバムイナフで正式にデビューした。2017年9月から スペシャルプランがシングル4枚でリリースされ、2018年9月にシングル、How Old Are You でデビュー。デビュー前の最後のシングルは、JYP エンターテインメントの創設者であるパクジニョンがプロデュースし、は2018年6月12日にリリースされた。ボーイストーリーは2018年9月21日に初のミニアルバムイナフで正式にデビューした。このアルバムには、 すべてのデビュー前のシングルとデビュー曲、イナフが含まれている。2018年10月21日、グループは、ステイマジカルをリリースした。翌月、ボーイストーリーはボスに捧げられた、4U ーユーの歌を披露した。ボーイストーリーは、2019年3月29日に、オーマイゴッシュでカムバックをリリースし、その後、2019年7月26日に、トゥービジーで、 ジャクソン・ワンとのコラボレーションでカムバックをリリースした。1月6日、ボーイストーリーは2枚目のミニアルバム、I イコール、U イコール V 以上をリリースした。ありがとうございます。